えー、あとエドゥ案件なんてないみたいなことエドゥが言ってたけど絶対荒れてたが対立しないように気遣って本当にそう思いますねでエドゥの補強がタバレスロコンガーあとエメルソン アルテタが求めたのが、あの、ラムズデールだったり、ホワイトだったり、あの、エドゥの方が失敗してるみたいな。なで、これはジーアスレチックとかいろんな、他の媒体でも出てたかなで、それソース元に僕言ってるんですよ。別に僕が予想したわけじゃなくて。で、何より、エドゥ失敗してるでしょエドゥが失敗してる補強のやつやってると。で、アルテタが成功してる補強のやつやってると。で、エドゥ案件だとか、まあ僕も言いますしね。まあ、エドゥ案件って言い方が悪いわけじゃないんだけどね。エドゥの方が失敗してるねっていう話なんだけど。これ、そんなエドゥ案件とかないんだよ。二人で決めて、結果、そっちが失敗してるだけなんだよっていうのは、アルテタが 言ったから成立するやつなんですよ。失敗してる側がエドワーキャンなんてないよ。僕とアルトが決めたこと合わせのランケンだよって。いやお前の方が失敗。<laughs> それは、アルテタが言って成立するやつだからっていう。だってみんながアルテタの立場だったら、どういうアーセナルの先輩のボランチでさ、自分より先にさ、の重役についてんのにさ、それがね、言ってきたやつで、まあ悪くないから、まあそうしますか、みたいな。まあ全部俺の意見ばっかり言うのもあれだし、つって取ってきてダメだった時にさ、結果としてね、それはね、いや取んないでくださいよ、エドゥさん。それ無理ですよ、タワレスとか、ロコンガとか。いや、それでも取ってきちゃった。っていうわけはないじゃん。それは話し合いはするから。ただ最初に持ってきたのどっちなんだっていう。で、その時に、あ、これはエドゥ案件じゃ ないよアルテタ僕自身とエドゥで決めてアセナで取ったことだよって言うのはいいんだけど、ね、エドゥがいや俺案件とかじゃなくてみんなで決めたからってそれは言うよ自分の身かわいいしさ。 何にも補強うまくいってないのにシャンパン傾けちゃってインスタ載せる人ですよ。バカなんかっていう。<laughs> それでエドゥーがないって言ったからないっていうふうに思う僕に対して、その、エドアン件なんてなんかったですよみたいな、なんか悪意ある感じで、別にエドアン件ないらしいですよって言ってくる人は別に普通の情報だけど、言ってくる人はもうバカなんか <laughs> なんかね、鬼の首取ったみたいに言ってきますけど、あっちの状況にダイブして考えたら分かるでしょ、成功したら俺のおかげで、失敗したらみんなで決めたっていう。それはみんなで決めるよ、一応は。 ある程度の立場になったら全部自分の思う通り、全部スポーツディレクター言ってくるやつが納得しないの取らないっていうのはできないから、からやっぱそこの連携重要なんですよね。だからリバプールはうまくいって、監督が欲しいって言ってない選手でも、ちゃんと監督の好みに合う選手は取ってくるから。 なんならクロップが言ってる選手の方がちょっと危なかったですもんね、ブラントとか、チェンバレンとかもそうじゃん。で、逆にクロップが求めてなかったっていうか、あの候補に入れてなかったサラーとか大活躍してますからね。で、本当にまあ、邪推して、まあそうなのかもねって言えるのは、アルテタがエドゥー案件なんてないっていう,うに言った時です。でもそれでも、アルテタの立場からしたら、自分と一緒にまだ一緒に仕事してる人のことを悪く言わないから。あれもんくんどうかその通り、なんなら裏でもっとヤバいやつ言ってて、アルテタが拒否ってこととかありそう。うんね